吹いてる。手に入りにくいものが揃ってますよ。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていろ。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。また頼むぞ。どうかご武運を。僕の隣にいたと思ったら瞬く間に後ろを取ってたらしい。それから何もわからないまま族は死んだって聞いた。酒井。巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。
日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。あなたの意志とは思えませぬ。そうか。なぜそう思うのだ。女子と恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたゆえお主の叔父君は大層愉快なお人だ。違うのですか。全てわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。坂井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に捕らわれておいでだ。ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を。そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。
一度とせん夜にイブスナガミの固めとぞなす。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。罪なき者をやつらめ、人殺しを三途の川に送ってやるとするか。チュハルボ、一番手は誰だ。殺気なっとんな。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。
襲。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。Agora!
石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者の。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。Oh.